どうも木村拓哉です。始まりましたね、今日は普段お世話になってますインスタグラムさんの、運営をされているメタ社の、こちらスタジオにお邪魔してるんですけども、まだうちの後輩のみんなとかはまだ使ったことがないらしく、ちょっと自分が初めて使わせていただくということで、非常にこれインスタライブ用のスタジオらしいです。すごい機材が揃っていて僕もびっくりしたんですけども、なんとその中の一人がですね、カメラマンをやってくれてる一人が、十何年前に自分と CM の現場で一緒にカレーを食べたっていう、僕食べたんだよ一緒にっていう、実際に今3カメをやってくれてる、彼がですね、以前の僕の共演者だったということで、いろんなサプライズがある中、今日は初のインスタライブをさせていただこうと思っております。今日は8月の14日ということで、僕のですね See You There というアルバムが、3枚目のアルバムが本日、発売されました。ありがとうございます。そんなわけで、前からちょっとどういうことなんだろうインスタライブって、まあ、他の方のインスタライブとかを拝見してて、非常に直接的なコミュニケーションが取られているのを見て、ああこういうのってできないんですかねっていうふうに、スタッフに相談したところ、実際にメタのインスタライブ専用スタジオにお邪魔することができております。なのでちょっと今回初やらせていただいて、あすごくこういうコミュニケーションが取れるんだっていうのが、分かったらですね、こういう場を今後も持たせていただこうかなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ビクターさんの方でですね、まずはちょっとそのアイドリングとして事前に、皆さんに僕宛ての質問をいろいろ募っていただいたんですけども、それにじゃあこの場で答えさせていただこうかななんて思っております。ここにその質問がまとめられているらしいんですけど、結構あるんですよね。まず、はい、これ質問というよりビリーブ見ましたっていうね。ありがとうございます。いや非常にね、今日アルバムのリリースされた日ということでやらせていただいているインスタライブなんですけども、募った質問の中にビリーブ見ましたっていう、ありがとうございます。こういうのもありますし、他にすごいいっぱいあるんですよね。あ、これなんつうかあったみたいです。はい、 CD ジャケット、あれはどこで撮影したんですかっていう、これ割と着てたらしいんですけど、こちらは、サハラ砂漠の方にですね、スタッフとともに、プライベートジェットをチャーターさせていただきまして、行ったわけではありません。これ静岡県の砂丘がありまして、そちらの方に一泊二日でお邪魔させていただいて、中之島、中田島砂丘というところで撮らせていただきました。ジャケットだけではなく、愛ちゃんが、作ってくれた曲で Stay Safe っていうナンバーがあるんですけど、そちらのミュージックビデオの方もそちらで同じ場所で撮らせていただきました。はい、その日
バリバリの雨予報だったんですけど、本当にあれ晴れましたね。びっくりしましたね、うん、助かりました。他にこういうの来てますね。質問で、会ったら声かけてもいいですかっていう。いや全然構わないですよ、もちろんそれは構わないですけど、むしろちゃんと、そうですね、セイハローしてくれた方が嬉しいかなと思いますね。なんかこうね、スマートフォンのカメラだけをこっちに向けるのではなく、何かこうコミュニケーションを取っていただけたら、はい、自分も何かしら返せるのかななんて思ってるので、はい、まあよかったら声をかけてみてください。あとね、いっぱいあんだよな。あ、これはさっきとちょっと重複しちゃうんですけど、この質問も、はい、どうしてインスタライブやろうと思ってくれたのっていうのがあるんですけど、まあこれは前々から、まあそれこそ後輩のみんなもやってるのを見てましたし、ああこれ面白そうだなとかね、まあそのライブでいろんなこうね、声かけたい、死ななかったらとか今こう下に出てますけど、皆さんのオンタイムの感想だったりとかリアクションがいただけるっていう、まあ実際にこうね、僕ら普段カメラ前に立っていてもライブで皆さんのリアクションをいただけるのって、やっぱりこのインスタライブだったりするのかなっていう、非常に興味があって、はい、やってみようかな、 やらせてもらえたら嬉しいなっていうふうにスタッフに、はい、言わせていただきました。コメント見えてるって書いてありますけど、はい、見えてます、見えてます。あ、インドネシアからわざわざありがとうございます。これからも定期的にインスタライブやってほしいな、ありがとうございます。じゃあちょっとタイミングがあったらまたメタ社さんの方にお邪魔させていただこうかなと思いますのでお願いします。他の質問で、あと何かある？あ、はい、こちら、はじめまして、34歳で今からファンクラブに入って推し活してもいいでしょうかっていう質問来てるんですけども、34歳、いや、あの年齢制限は一切ありませんし、はい、男性でも女性でもウェルカムですし、一つだけちょっとその推し活っていうのが何を、いろんな、僕も部活をしたこともありますし、あと活で言ったら何があったかな、まあ、さっきいただいたお弁当はロースカツだったんですけど、僕がやったことあるカツは部活、あとそうだな、それぐらいか。少なかったです。いや、そのね、推し活ってどう、何をもって推し活っていうのかなっていうのが非常に自分の中ではまだ不透明なんですけど、でも年齢とか一切そういうのは僕は、はい、関係ないと思いますし、もし自分でよかったら、はい、ぜひ僕をフォローしてほしいなと思います。あのファンクラブ的には、皆さんのことをクルーと呼ばせていただいて、クルーのみんなが自分のことを、まあ、ちょっとラジオの番組の番組内でリスナーの皆さんが自分のことをキャプテンキャプテンって呼んでくださることをそのままこう引用させていただいて、ファンクラブの会員の皆さん、ファンの皆さんのことをクルー、そして自分のことを
キャプテンというそういうなんかこう関係性にさせていただいて、キャプテン&クルーということで略して CN&C っていうふうに言わせていただいているものがありますので、ぜひ、クルーになっていただけたら嬉しいと思いますし、キャプテンとしてもちゃんと背筋を伸ばして今後もやっていきたいなと思っております。まだあるよ、あと何があるんだろうな、質問にですね、こういうのもありましたね、ライブのそのセトリ気になります、オープニング、ライブのオープニングすぐ決まりましたかっていう質問が来てるんですけども、これは決まりました。はい、ちょっとこれはその曲から始まるのっていうふうに来ていただいた方たちはちょっとこうねびっくりしてくれるのかなっていうのもありますし、まあ、前回ネクストデスティネーションっていうアルバムを作らせていただいてやらせていただいたライブも、あったんですが、そちらがとある曲で、本編終わったんですけども、じゃあ今回どうしようかな、あじゃあこういうスタートありかもなっていうふうにスタッフと、みんなと、まあ、あのシットキングスの和樹なんかもいろいろこうステージングの演出だったりとかで力を貸してくれているの でみんなで話した時にこういうのどうかなって言って、あいいんじゃないですかっていうすごい話が盛り上がって、それで今のところはい、まあ瀬戸利は頭から本編の最後までは決めてはみたんですけど、まあ、これからリハをどん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 やってみてどう内容に変化が生まれていくか、どういうこう入れ替えがあるかっていうのはまだやってみないとわからないんですけども、はい、まあ、今のところ1曲目オープニングはこれでいってみようかっていうのは一応考えてはあります。あのコメントで河合くん河合くんって来てるんですけど、これ河合が何かやってるんですかね、ふみとか何かやってるんですかね、あの皆さんにねいろいろこう気を使わせない程度にふみとよろしくお願いします。はい、あ今6万人の皆さんからいろいろコメントをいただいているようで一生懸命追いかけます、すいません、他にもこれ今日答えるべき質問なのかどうかはちょっとわからないんですけども、こういうの来てますね、和菓子は好きですか、粒あん、こしあん、白あん、抹茶あん、どれが好きですかっていう、それ今日聞くっていう質問なんですけども、和菓子はそう、うん、好きかもしれないです。で特に僕は、たい焼き好きだったんですけど小さい頃から、多分その名残なのか粒あん派です。はい、粒あんです。キャプテンは粒あんって書いてありますけど、粒あんっていうね、ありがとうございます。そうだよね、今日どのあんこって聞かれるし、シュールさですよね。はい、でこの和菓子が好きかどうか、どのあんこかっていう質問の流れでこれも行くんかなと思うんですけど、こちらラーメンは味は何派っていう、これは好きなラーメンの味は
は味噌かな。豚骨も好きですね。味噌豚骨にさせていただきたいと思います。はい、味噌豚骨にさせていただきます。うん、すごいね、もうみんな予想してますね。拓也さん味噌じゃねっていう。まあいつもドラマの撮影現場でお世話になる九州豚骨さんも好きですけども、うん、はい、味噌豚骨かな。いや本当に生ですよ、これ収録だと思われてるのかな。まだコメントに、あ、これ本当に生なんだねって来てるんですけど、これは生です。はい。すげえな。こちらライブのためになんかやってること、今からやってることありますかっていう質問あるんですけど、まあこれはまあそうですね、リハですかね。この間本当にスタートしたばっかりなんですけども、はい、まあ明日からも引き続きちょっとやったろうかなと思ってます。あとまだいけるんですね、まだいけるんですね。じゃあ行きます。質問いただいてるんで。はい、30歳になりましたっていう、おめでとうございます。30代これやっとけ、何がありますかっていう。30代これやっとけ、30代になってまだやってこなかったことってなんだろうな。海にはもう使ったのかな、波乗りはもうやってみたんでしょうか。もしやってなかったらぜひやっとけって思います。うん、僕は本当にある意味やっといて本当に良かったなと思うし、海の友達のなんかこう存在感っていうのは非常に支えになってますし、僕はすごく大きな自分を構築する上での、一本大きな柱になってるんじゃないかなって本当に日頃から思ってるので、もしやってなかったらやっとけって思いますね。あとはそうだな、素敵な人と出会ってなかったとしたら、まあ、それは30代40代っていうその年齢関係ないですけど、明日にでも今日にでも出会えるなら出会っとけっていうふうに思いますけどね。なんですか、 6万人の方が今いろいろコメントをいただいてるようなんです。あ、グラメ楽しみにしてます、ありがとうございます。ちょっと年末皆さんにお届けできると思うので楽しみに待っててほしいと思います。今の体重何キロですか。60以下ぐらいですね。うん、私服ですか。私服です。来たまんまです。はい、あさって誕生日です。まあ惜しい、あさってか16日だったんだね。じゃあここら辺で、ちょっと皆さんにですね、今日の本題の一つにもなっておりました、スーパービーバーの亮太が作ってくれた「ここにいる」っていう、まあ、僕もすごく大好きなナンバーなんですけども、そちらのミュージックビデオを今日は皆さんにシェアできるということが、OK になったので、ぜひここで解禁しちゃおうと思っております。それでは、聞いてください、見てください。
ありがとうございます。こちら今見ていただいたのが、スーパービーバー亮太が作ってくれた、ここにいるというナンバーのミュージックビデオになっております。はい、これいろんな、今頑張ってる今の自分に胸を張れるんだっていう方たちにいろいろ参加していただいて、実際に撮影の現場まで来ていただいて、で僕がその方たちのこうポートレートを撮影するっていう流れを抑えさせてもらったんですけど、本当に皆さん一人一人がそれぞれの胸の張り方をされてたし、なんかこう普段あんまり、まあ物だったり景色だったりっていう写真は撮影はすることありますけど、その日その場で初めて会った方にこうレンズを向けるっていうことはあまりしたことがなかったんで、自分もすごい緊張はしたんですけど、本当に皆さんのこうメンタルが皆さんの目から表情から僕にすごくこう分かりやすく伝わってきて、ですごくいい時間を過ごさせてもらったと思ってますし、なんかすごく自然な笑顔を皆さんにもしていただいたなっていうふうに思ってますね。でせっかくなんで、じゃあまあミュージックビデオなのに写真を撮っておしまいですっていうのもちょっとなんだなと思ったので、バンドのメンバーにみんな集まっていただいて、それでじゃあ実際に演奏シーンも今撮っちゃおうよっていうことになって、はい、みんなの前で、まあその日参加してくださった皆さんの前でやらせてもらったんですけど、やっぱり何ですかね、レコーディングスタジオと違って本当に聴いてくれる方がその場にいてくれるっていうので、こんなにもなんかこう使うカロリーって違うんだなっていうのはその時すごく思いましたね。いかがだったでしょうか。はい、ここにいるというナンバーのミュージックビデオになっておりました。じゃあここでちょっとそのリアルタイム、 この募集したものではなく、リアルタイムでいただいている、質問をちょっと紹介してみようかなと思うんですけど、ヘッドショットのダンスマジでかっこよすぎて踊りたいですって書いてあるんですけど、これなんかあれでしょ、ぜひ皆さんチャレンジしてみてくださいみたいなやつでやったんだよね。で僕もなんか TikTok かなんかで皆さんが投稿してくださったやつを僕も拝見したんですけど、上手い人いましたよね。すっごい上手い人いた。なんか学校のみんなで踊ってくれてる廊下で、学校の休み時間なのかなっていうところでみんなで踊ってくれてるやつもあったんですけど、その中で思わず一番上手い子を探してしまったりとか、あこいつ今ちょっとテンポ遅れたなとか、そういうので僕も、はい、拝見しております。でもすごいよね、あれみんな見ただけで覚えてやってるわけでしょ。あれはすごい、まあ、僕もその撮影の当日に、シットキングスの和樹がスタジオに来てくれて、じゃあ今日木村さん踊るんで今から覚えてもらっていいですかって言われて、でその場で覚えてやっては見たんですけど、やっぱダメですね、ちゃんとリハーサルしないとダメですって思っております。はい、息子が剣道頑張ってますって来てますね、頑張ってください。今着てる青のシャツはどこのですかっていう、これどこのだ、わかんねえ。ちょっと前の、はい、やつです。夕食何食べましたか、だからさっきも言いましたが、ロースカツ弁当です。はい、いただきました、美味しかったです。今回一押しのツアーグッズ、あ
ツアーグッズ何ですか。なんだろうな。T シャツとかパーカーとか、これこういうのどうかなっていうのは用意してみたんですけど、あとタオルとか用意してみたんですけど、そこにいろんなこうメッセージとか入れようかなと思ったんですよ。それで今回のアルバムのタイトルが See You There ということなので、ツアータイトルもそのまま See You There っていうことでやらせていただくんですけど、その See You There の You の部分をなんかこれ俺手書きで書きますって言って、 You の部分をビュッと消して自分でこうぐちゃ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 って書いたものがそのままツアータイトルになってるんですけど、まあ、T シャツだったりそのパーカーだったり、あとタオルだったり、そこにこうバンって描かれているメッセージは何らかしら今回書かせていただきました。はい、なのでちょっとこう手書きでほんのちょっとこうラフな印象があるかもしれませんけども、はい、ぜひぜひよかったら。でタオルは See You There っていうツアータイトルなので、こういうのどうかなと思って、客席のみんなが持ってくれるはずのタオル、あとはこう持って帰ってくれた時に、あ、確かにこれは僕たち会えたよねっていうことで Meet Me Here にしましたっていうメッセージのタオルを用意させてもらってます。だからこう実際にそのタオルをステージに向かって手を広げてくれた場合は会えたよねっていう文字でも僕らは確認し合えるし、まあもちろん同じ空間にいるのでそういう必要性はないのかもしれないですけど、持ち帰った時に、まあ、実際に俺たち会えたねっていうのをもう一度再確認してほしいなと思って、はい、Meet Me Here って書かせていただきました。あとスクショタイムはありますかって書いてありますけど、これスクショタイムってした方がいいんですかね。どうなんですか。皆さんやっぱりやられてるんですか。やばい、スタッフが誰も答えてくれないですけど、技術スタッフカメラマンの2人がもうひたすらこう撮ってるので、ちょっとこれはどうなんだろうな。やってみます、スクショタイムで。どうすればいいんですか。なんかちょっと近寄ったりとかすればいいの。どうすればいいの。ちょっとだけ近寄る。どうしようか、スクショタイム。じゃあスクショを撮ってお任せしますとのことです。これポーズ。じゃあいきます、スクショタイム。3、2、1。はい、終わり。はい、終わり。ポーズ決めてみてくださいって冗談。もうそんな無茶ぶりあんまないよね。いや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 、あのインスタライブをやってる最中にコメント消してとか、そういうのは大丈夫ですよ皆さん、そんな気遣わなくて、うん、じゃああともう一つ、じゃあ質問にお答えしようかなと思いますが、何かあるでしょうか。うん、ありがとう、やったー、失敗しちゃった。あ、きっとスクショ失敗したんですね。どんな時が一番幸せですか。やってみたい髪色はって書いてありますけど、まあねえ、よくブルーだったりピンクだったりグリーンだったりすごくカラフルな髪をした方をたまに道で見かけるんですけど、そっち系はあんまないかな。あとこの髪色に
したことによって、あの撮影もう始まったんですかっていう質問をよくいただくんですけど、まだ始まってません。はい、なんかこうライブに向けてちょっとだけ、なんかしようかなと思って、いつもお世話になっているサロンにお邪魔して、なんかありますかって言ったら、ああじゃあメッシュ入れますかっていう形でカラーリストの方にやっていただきました。いつも急にお願いしてるのに対応してくれて本当にありがとうございます。またお願いします。台湾からも来てます。最近購入したもの何ですか。購入したもの、カルディのアイスですかねすいません。体力作りしてますか。あの本当しないといけないなと思ってます。まあ、でもあの急にやると反動がでかいんで、本当にこう徐々に徐々にステップアップしようかなっていうふうに考えてますけど、ライブ前にパーマを当てますかって、パーマを当てるっていう言い方がまずパーマを当てますかって多分、まあ今のところ予定はないですね。はい、あと何かあります。台湾でもライブやってほしいです。うえ、マジっすか。でもそう、オリンピック見ましたか。いや見ましたよ。見てました見てました。かっこよかったよねみんなね。うん、本当に悔しくてね、泣き崩れる選手の方もいらっしゃったけど、それぐらいやっぱり皆さんどんな競技にしても本当にその瞬間に、皆さん全力を注いでいたとは思うんですけど、それが結果につながらなかったとしても本当に素敵な感動をいただいたと思うし、僕たちはすごく夢を見させてもらったなと思ってますし、本当に、ありがとうございましたっていう気持ちと、お疲れ様でしたっていう気持ち、あとは本当にやっぱりそういうオリンピアの皆様だったりスポーツ選手アスリートの方ってすごいなって改めて尊敬したのは、よくね、帰国された皆さんがインタビューに答えられてて、もう次の自分をこうある程度、目標として新たな自分を掲げられているコメントだったりを拝見した時にはさすがだなっていう、だから素敵なんだよなっていうふうに思ってましたね。本当皆さんかっこよかった。いや本物だって、本物だよ。これで違う人だったらどういうリアクションなんですかね。これで違う人が実は、いや違うんですってやったらすごい詐欺っすよね。そういうことはしません。はい、本当にたくさんの方が参加してくれたインスタライブだったみたいなんですけども、改めて本当にスタッフの皆さん、まあ他にもいらっしゃるんですけども、今日はありがとうございました。そしてあのツアーに向けて一緒に動いてくれるバンドのメンバーだったりとか、パフォーマーのダンサーのメンバーだったりとか、もちろんコンサートスタッフもそうですけど、本番に向けてよろしくお願いしますということもここでちゃんと言っておこうかなと思っております。でももう終わりの時間なんですね。早くないですか、インスタライブって。こういう感じなんですか。もうちょっとできるのかなと思ったんですけど、結構早いんですね。ちょっとそろそろ終わりの時間らしいんですけども、なんかスタッフが なんですかこれ、あこういうのはやれよっていうことなんですね。こちら8月14日本日
See You There というものが発売になりました。初回限定版だったりとか限定版の B だったりとか通常版だったりとかっていうのがもろもろあるらしくあります。そして A コースだったり B コースだったり、はい、これはあのプレミアムイベント来年かな2025年1月12日に都内某所であるイベントが、まあ、当たったりとかっていうのもあるらしいです。はい、こちら今日発売になりました。そして先ほどもちらっとお話しさせていただきましたライブツアーなんですけども、この See You There、 さっき僕が消して手書きで書いた You がこちらになってます。こちらが9月の29日が初日、大阪ですね、アスエアリーナ大阪さんにお邪魔して9月29日を初日とさせていただいて、そこからまあ飛び飛びにはなってしまうんですけど12月25日クリスマスを最終日、福岡の方でマリンメッセ福岡栄冠の方でまあ無事に終了することができたらいいなっていうふうに、はい、まあ、それができるように実現できるようにしっかりリハーサルの方を重ねたいと思います。はい、でこちらですね、はい、Spotify さんで、まあ、以前の、Go with the Flow というアルバムだったり Next Destination という2枚目のものだったりとかもそうなんですけど、今回の See You There も配信していただけるということで、こちらでもぜひ皆さん楽しんでほしいなと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということで、先ほど皆さんにもちらっと見ていただいたここにいるという曲のミュージックビデオの方はですね、僕の動画サイトの方にこの後アップさせていただきますので、そちらでも、まあ、また見たいなって思ってくれた方はぜひ見ていただけたら嬉しいなと思っております。いやー、今日は初のインスタライブというこんな場所、こういうタイミング機会をいただけて本当に嬉しかったです。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。本当に6万人以上の皆さんと一緒に過ごすことができて、あ、こういうことなんだっていうのが分かったので、これはちょっと味を占めた感じですね。はい、ぜひまた、こういった形でできたらなと思っております。まあ、あの先ほども言いましたが、バンドメンバーだったりダンサーのみんなだったりシットキングスの和樹だったり、まあ、他にももうたくさんのスタッフと一緒に作業していくんですけども、みんなで作り上げていきますので、ぜひ皆さんそちらの方も体感してほしいなと思いますので、行けるよっていう方はぜひ会場の方に来ていただけたらなと思います。では木村拓哉でした。 See you there.